タイムカプセル？そう、お互いに手紙を書くの。てっきり飛び降りようとしてるんだと思った。ねえ、このことは大丈夫、二人の秘密。その代わりちょっと付き合ってくれない？一歩踏み出すことが忘れることにつながりそうで怖いんです。大切な人との突然の別れで伝えることができず行き場をなくしてしまった人たちの思いです。楽しかった記憶が辛くて、少しでも楽になりたくて。辛い思いをしているあなたが一歩踏み出せることを相手はきっと望んでます。